直樹すごすぎひん、直樹さんすごすぎひんか、おい、本当にこのしんどい時期に直樹さんすごすぎひんかてな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、少し特定の選手に、焦点を当てたいなというふうに思ってます。はい、今日はですね、吉川選手についてお話ししたいのと、で、ここ最近というかね、今年にかけて、まあ、やっとね、ジャイアンツが理想のチームになりつつあるんじゃないかっていうところを お話ししていきたいなというふうに思ってます。はい、そのお話をする前にですね、何回もしつこくてすいません。今年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、マジで目指しておりまして、いった暁にはですね、このチャンネルにですね、ジャイアンツの選手、なんなら直樹さんとかね、わかんないけども、を読んで、対談とか、お話したいなっていうふうに思ってるんで、ぜひね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、ポチッと、高評価、ポチッをよろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日は、吉川直樹選手についてお話していきたいと思うんですけども、吉川直樹選手って今までどれぐらいタイトル取ったことあると思います？例えばゴールデングラブとか、ベストナインとか、まあ、最多安打とか首位打者とか、まあ、いろんなタイトルありますけども、どれぐらいタイトル取ったことあると思います？皆さん、実は取ったことないですね。ゼロなんですね。それに僕は驚きなんですけども、ゴールデングラブは取ったことあるでしょうっていうふうに今思った方、画面で思った方いらっしゃると思うんですけども、実はね、ゴールデングラブもベストナインもまだ取ったことないんですね。もうこれが驚きではあるんですけども、今年ね、もうまあ最低ゴールデングラブは取れないと僕は本当に前々から言ってますけども、絶対ね、 NPB にね、絶対抗議の電話します。もうなんでこれで取れへんねんって、なんでこれって、なんでやねんって、これで取れんかったら誰が取れんねんって、僕もやからみたいにね、電話しようと思ってます。はい、それぐらいの、まあ、今年は活躍、もう守備もそうですし、バッティングもすごいというところですね。で、まあこの時期ね、今めちゃくちゃしんどいじゃないですか。阪神がずっと追ってきてますと、ずっと勝ってますと。で、巨人もね、まあ、連敗しましたけども、この間ね、しっかり連勝して、まあ五分というかね、キープというかね、頑張ってますと、追いつかれないように頑張ってますと。で、その中でみんなしんどいわけですよ。この時期暑いでしょ、まだ日本ね。で、まあ追ってきてるでしょ、阪神が、うん、っていうところで一番しんどいですよ。でもただ逆を返せば、ここで一番活躍した人が一番印象に残るわけですよ。うん、人っていうのは一番最後に、ある記憶っていうのは強く残りやすいじゃないですか。例えばですけど、シーズン序盤から中盤にかけてめちゃくちゃ活躍してた人と、同じ活躍度合いなんだけど、後半にかけて、中盤から後半にかけてめちゃくちゃ活躍した人では、やっぱり人の印象って後半に活躍した人の方が強いわけですよ。で、よく言われたりするんですけども、選手の年俸とかあったりするじゃないですか。うん、あれも、同じ成績でも、同じぐらいの成績でも、終盤に活躍した方が、やっぱり記憶にも残ってるし、やはり優勝争いとかね、いろいろあったりするんで、やっぱりね、増えるんですね。後半に活躍したらめちゃくちゃ増えるんですね。で、なおかつ、むしろというか、巨人ね、今優勝争いしてるでしょ。で、それでもし優勝しましたみたいな感じになったら、その人のおかげだけじゃないけども、その後半よく頑張ってくれた、巨人が優勝できたおかげもあるからねっていう感じで、年俸グーン上がるんですよ。で、この感じで言えば、吉川選手の今年、年俸バカ上がりすると思うんですね。で、特に9月に入ってからの成績のエグさがすごくて、まあ、全体の成績まず見ると131試合出てて2割8分6厘5ホームラン41打点 OPS719 盗塁も11個してるんですね。でもこれだけ見ても素晴らしいなと思うんですけども、もうすごいよ。この9月に入ってからもうほんま成績すごいよ。13試合で打率4割3分4厘2ホームラン6打点 OPS が 1.115 ってなってるんですよ。もうえげつないんですね、この数字。うん、みんなしんどい時期、ここ優勝にかけて頑張らなあかん時期に、これ吉川選手ね、めちゃくちゃすごいですね、これ。うん。
で今は3番に入ってて、もともとね、まあ2番に入ってたり、丸さんが1番で吉川選手2番とかありましたけども、今3番でねめちゃくちゃ機能してるんですね。はい、まあ、そういったところで、まあ、非常に、守備での貢献度も高いし、バッティングでの貢献度もめちゃくちゃ高いというところで、この間ね僕もし優勝したら、まあ、菅野さんが MVP だというふうに言いましたけども、まあ、野手では丸さんちゃうかなっていうふうに言いましたが、ここに来てちょっと吉川選手影の MVP ちゃうかって、野手の MVP 説あるんちゃうかっていうぐらい活躍してるんですね。で、これからの話というか、先ほどね、冒頭でね、最近理想のチームになりつつあるというふうなジャイアンツがね、こと言いました。どういうことかっていうと、今まで、ジャイアンツって、例えば坂本、丸、菅野、まあ、このあたりがずっと引っ張ってきましたよね。うん。まあ、長野さんもそうですけども、ずっとこう、引っ張ってきましたと。で、まあ、そこに岡本選手が、まあ、入ってきて、で、まあ、岡本4番に据えてやってきましたよね。ただ、長年ね、特にそうですけども、坂本、隼人にね、依存してたんです。ずっと。で、そんなことはみんなわかってると。で、それを、まあ、やっぱり依存体質というかね、坂本隼人、まあ、そら活躍してくれたら、そら嬉しいし、いいんだけど、まあ、ずっとショートでやれるわけでもいかないし、ずっと坂本選手が第一線で、もうずっと成績を出し続けられるっていうのは、まあ、難しいところはあるんで、早めに、やっぱりこう、なんていうの、後継者を見つけていかないといけないっていうふうには言われ続けてきたんですね、ジャイアンツって。で、そこでま、昨年な、門脇選手が出てきて、で、まあ、ショートからサードにね、坂本選手をコンバートしてっていう風なことありましたけども、やはり、まあ、打撃というところにおいては、やはり坂本選手をずっと、やっぱりこう、必要としてたわけですよ。ただ、原監督であったりとか、高橋由伸監督もそうでしたけども、ずっと坂本選手を、こう、なんて言うんだろう、坂本選手の依存体質から、やらなあかんな、抜け出さなあかんなっていう風に思ってたんですけども、結局ずっと抜け出せずにいたんですね。ただ、今年、安倍巨人になりまして、安倍監督になりまして、でね、実際、チームの核というか、要というか、坂本だよとか、丸だよとかいうふうに言ってましたけども、でも実際、坂本選手がね、あまりこう、調子が上がらなくて、まあ、スタメン落ちであったりとか、まあ、2軍に落ちたりとか、いろいろありました。で、そこでね、まあ、いろんな、新しい選手。で、吉川選手もね、チームリーダーにならないといけないっていうふうに言われ続けてきて、まあ、怪我があったりとか、まあ、もう一つ成績が残しきれずにね、くすぶっていました。ただ、やはり、今年見ると、岡本選手はもちろんですけども、吉川選手も出てきましたし、出てきたというか、まあ、もともといるんですけども、こんだけね、このチームの顔というぐらいになるぐらいの成績を出し始めましたし、で、ヘルナンデスという、ね、神外国人、神助っ人をね、獲得しましたもの、獲得したもののね、怪我でちょっと離脱しましたと。あ、もうこれ巨人終わりやなと。もう無理やなと。優勝争いからもう一歩もう出遅れるなというか、もう無理やろ優勝っていうふうに言われてましたけども、そこでやっぱりね、浅野選手が出てきたりとか、で、まあ、最近だったら、まあ、秋広選手、まあ、苦言を呈されてましたけども、秋広選手もいますし、まあ、萩尾選手もね、この間上がってきましたし、というところで、もしかしたら反応を生むかもしれないですけども、もちろんね、チームの主役というかね、主軸っていうのは必要ですけども、もしその主軸が抜けた時、怪我であったりとか、まあ、いろんな、事態が起きて、抜けた時でも、やはり、代わりって僕見つかると思うんですね。うん。まあ、見つからない時もあります。見つからない時もあるんだけども、やはり、なんかなんて言うんだろう。場所が空いたりとか、与えられることによって、チャンスを与えられることによって、今までこう、芽が出てなかった人が芽が出てきたりとかっていうのって、野球もそうですし、それ以外のことでも結構あるんちゃうかなと思ってて、やはり、坂本選手がレギュラー取った時もそうですし、まあ、岡本選手がね、レギュラー取った時もそうでしたけども、やはりこう、何かね、主力の人に、こう、なんかこう、不具合があって、で、まあ、新人使おうか、みたいな感じになって、その選手が伸びてったっていうのがあるんで、やはりね、こういう、すごくマイナスなこと、ヘルナンデスが怪我したとか、坂本選手が不調だとかいうふうなね、事態って、まあ、シーズン長いんで、140試合以上あるんで、まあ少なからずあると思うんですけども、やはりファームでね、しっかり鍛錬を積んでたりとか、スカウトの方がね、探し回ってね、取ってきた選手ですからね。やはりこう、
そういうチャンスを与えられたりとか、あ、輝く場所を与えられると、やはり浅野選手であったりとか、まあね、そういった形でね、出てくる選手っていうのは絶対いるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。僕それ持論なんですよ。だからまあ何を言いたいかっていうと、やはりこう、まあ、ずっとね、選手が一生活躍し続けるっていうのは結構難しいことだと思うので、まあいろんなね、不具合がありますけども、そこでね、新しい芽が出てきたりとか、今までくすぶってた選手がこうね、バーンって成績が上がったりとか、いろいろね、そういったことって、全部がマイナスなことではないと思うので、そういったところで、ジャイアンツ、安倍ジャイアンツっていうところも、坂本丸依存というところから、ちょっとね、抜け出しつつあるし、若手にね、最近ね、優勝争いしながらですけども、チャンスを与えたりとかしてるんで、そういったところで未来の投資っていうところもすごくうまくいってるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は吉川選手の話題からチームの話題について見ていきました。はい、まあしつこいですけども、チャンネル登録者数5万人目指してますんでね、マジで、まだしてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。